鎮園は、新国海軍がドイツのフルカンシュテッティンに発注して建造した、鋼鉄砲等艦、庭園級の一隻。建造当時東洋一の県艦と呼ばれた。日清戦争において日本海軍に露革され、戦後に戦利艦として日本海軍に編入された。旅順港のドックで整備中の鎮園。 手砲塔のフードを取り払っている手法は20口径3 0 5トル、連装砲フード付きの砲塔2機ドイツのクルップ砲で5装砲。当時のイギリス戦艦が前装砲を装備していたのに比べて取り扱い性が良い日本において沈炎の砲塔は装甲がなされていると勘違いされることが多々あるが常実のように 呂法等に防御力はないに等しいフードをつけたものに、過ぎなかった。鎮煙を実際に運用したところ、フード内部にこもる、発射炎により砲弾装填や照準に支障を起きたす、ため、公開開戦時にはフードを取り払って、戦闘に臨んだ。日本海軍に編入する際の復旧工事で、艦の中央やや後方の両原に15センチメートル単素砲、各1基ずつが増設された。 陳炎の砲弾。横須賀市の三笠公園内日本海軍戦艦時代の陳炎、日本海軍史、第9艦、第10艦の召喚履歴及び艦報に基づく、開港委員長偽装委員長官長、ありがとうございます。